等速運転っていうのは、はい、これで今90キロになりましたので、高速運転にチャレンジしていただきます。はい、よろしくお願いします。お願いします。お願いします。ちょっとあの素人質問で申し訳ないんですが、いい、何でも聞いてください。そもそも高速運転って何ですか？高速運転っていうのは、高速道路を走行するときに、まあ、例えば80キロなら80キロ、90キロなら90キロを決めた速度、一定の速度でずっと延々と走り続けるっていう技術のことを、まあ、等速運転って言ってます。じゃあその等速運転をしたらなんかいいことっていうとどんなんですか？等速運転のいいところは、まあ、大きく分けたら2つあって、1つ目は、なんていうんですかね、一定の速度で走り続けるっていうことは前後のショックが全くないっていうことなんです。まあ、あの極端に言ってみれば、まあ、止まってるのと一緒っていう、あの加速や減速の、ショックが全くないということなので、まあ、お客様にとってショックがない、乗り心地がいいっていう、まあ、それが一つと、一定の速度でずっと走ってると、まあ、これあのギアチェンジをしないっていう前提なんですけども、あのエンジン音がもう一定なんですよね。エンジン音とか、あとタイヤのノイズですね、がもうずっと一定なんで、よく寝られると思います。まあ、僕もたまに人のバスに乗せてもらうんですけども、ずっと一定のエンジン音、一定のタイヤノイズだと、あの寝られます。そういう2つの点で、いいところがあると思います。はい、なるほど。逆に悪いところとかあったりしますか？それも あるんですね。等速運転にも、まあ、あの賛否両論ありまして、うん、ずっと一定のスピードで走り続けると逆に交通の流れを乱すっていうのもあるんですよね。なんで、まあ、どこでもかしこでも等速運転すればいいっていうもんじゃなくて、道路状況とか交通量とかそういうのを、見ながら、まあ、やらないといけないんですけども、まあ、できるに越したことはないっていうことで、今日はもう、夜も遅くて空いてると思うんで、ちょっとチャレンジしてみたいと思います。はい、お願いします。はい、よろしく。はい、じゃあ出発しますね。お願いします。うん、ちょっとね、トラックが多いですね。高速道です。空車です。90キロで走るので90までは一気に加速しますね。はい、これで今90キロになりましたので、あとは、この90キロをキープして走っていきたいと思います。運転で難しいのはやっぱり上り坂とか下り坂の坂なんですよね。でどうしてもあのスピードが上がってきてしまうんで、この手元を見てもらったら分かるんですけど、この補助ブレーキですね、これパワータードがこのバスの場合2段階ついてますので、この2段階で微調整をしながら90キロに合わせていきます。
でまあまあほぼほぼ90キロで等速運転できてると思います。でこの先、上り坂なんですけど、上り坂も結構難しくて、大事なのは道路の先を見とくことですね。この先が下り坂なのか上り坂なのかを見ておいて、上り坂だなって思ったらもう早めにアクセルを踏んでいくことが大事ですね。失速してしまってから踏んでもね、なかなか元に戻るのに時間かかってしまったりするので、今これ上り坂なんですけど早めにアクセルを踏んでいきます。こんな感じですね。坂を登り切りましたので、また徐々にアクセルを緩めていきます。そのさっき言ってた上り下りっていうのは、最新のオートクルーズ付きのバスだと、自動っていうかできる感じなんですか？そうですね、最新のオートクルーズだと、道が平坦な場合、上り下りがない場合はさすがにすごいですね。もう本当に1キロの誤差もなくピターッと一定で走ってくれますけど、僕はライバルはオートクルーズだと思ってるんで、常にオートクルーズに勝ってやろうっていうつもりで、やってますね。はい、どうもお疲れ様でした。今日の等速運転の出来はいかがでしたか？完璧とは言えないけれどもまあまあできた方じゃないかと思います。また皆さんよかったら感想をお聞かせください。どうもお疲れ様でした。ありがとうございました。